ヤッホー、沙織です。乾杯、イエイ。ドラクエイレブンエースやってきます。はい、前回、ウルノーが倒しまして、はい、エンディングを迎えましたが、なんか、トゥビーコンティニュードってなったんで、はい、まだまだ続きそうでございます。で、なんか、みんなでベロニカのお墓参りにやってきたみたいなテロップが出て、そこで終わってしまったんで、その続きからスタートなのかなと思いますので、まあ冒険を始めてみましょう。はい、冒険の書に星マークがついてて、仲間たちの帰郷って書いてある。へー、ワクワク。じゃあ始めてみましょう。死闘の末、とうとうすべての元凶である魔王ウルノーガを倒したルービーたち、地に落ちた命の大樹は復活を遂げ、荒れ果てた世界に再び光が戻った。使命を果たしたルービーたちはそれぞれ自分たちの故郷へと帰っていった。そしてルービーたちが魔王ウルノーガを倒し、世界に平和が訪れてから数日後、ルービーと仲間たちはベロニカの死を悼んでラムダの思い出の地に集まっていた。そうそう、エンディングの後このテロップが流れて、To be continued みたいな、続くみたいな感じで終わったんですよ前回。はい、ラムダにみんな来てる模様でございます。うん、いるねみんな。ここラムダのさ、ベロニカのお墓があるところだと思います。あ、みんななんかお酒かな、献杯する感じ、飲み物を片手に持っておりますね。あ、お墓の前にみんなでいるね。お姉様、見てください、うん、今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくださったんですよ。うんうん、ああ、命の大樹があんなに気持ちよさそうに葉を広げていますわ。そう、大樹も元通りに戻ったんですよ。綺麗、太陽のようにね、大樹が輝いておりますね。今までいろいろあったけど、うん、私たち本当に世界を救ったのね。そうですね、なんかまだ実感が湧いておりませんがね、世界に平和が戻ったんだと思います。悪しき魔王の手によって、うん、この世界は一度闇に覆われました。私たちは尊い多くの命を失った。ほんまにね。でも私たちはこうして生きています。生きて笑っていればきっと何度だってやり直せますわ。うん、もうセイニャちゃんの言葉がなんかむっちゃ心に染みますね。それにいつまでも泣いていたらお姉様に怒られてしまいますものね。魔王を倒すまでね、一度も涙見せませんでしたもんね、はあ、セイニャちゃん。バカじゃないのあんた、世界が平和になったってのに辛気臭い顔してんじゃないわよ。ベロニカと同じ顔してそんなこと言ってもかわいい。そんな感じなんやろうな、ベロニカが大人やったらね、こんな感じだったんでしょうね。あー、大人のベロニカも見てみたいですね。見てみたかったですってね。セイニャちゃんかわいすぎやろ。みんなも笑ってる。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。ん、里の人が来たのかな。ん、おお、里の人、里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな、皆さんぜひ里にいらしてください。祝杯の宴、なんていい響きでしょうか。ぜひ行きましょう行きましょう。待ってました、祝杯の宴よ。さあ行きましょう。いいなー。わー、宴だ宴だ、みんな飲んでる。子供たちもはしゃいでる。かわいい。盛り上がってますね。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、平和になって嬉しいのはみんな同じね。せっかくの宴だ、俺たちもパーッと楽しもうぜ。いいな、ベロニカが羨ましがるくらいにな。うん、私もルービーになった気分でいますから今、うん、一緒にみんなでね宴してるっていう気持ちで見守りましょう。はい。
わーい。あ、おお。ロトゼタシアの救世主、仲間たちと共に魔王ウルノーガを倒し命の大樹を蘇らせたロトゼタシアの救世主に贈られる称号。素晴らしい称号をいただいてしまいました。はい、あ、これで、あ、操れるようになったわ。ほんで、あ、なんかみんながなんか街の人と喋ってる感じすんな。これみんなに声かけて、はい、行く感じか。うわー、楽しい楽しい。はい、ここには仲間はいませんと。はい、仲間が散らばってるパターンですね。了解了解。で、もうお酒飲むのは終わったの？ね、なんかお酒みんな飲んだ後みたいな感じ？寂しいねんけど、一緒に飲みましょうよ。乾杯しません？みんな、誰か。ちょっとはしゃいでしまうね、なんか。もうグレイグがなんかおばさまたちに、モテている？あらあら、まあまあ言われてんねんけど。どういう状況これ。はい、あらあら、ちょっとあんたずいぶんいい体してるわね。おばちゃんに絡まれてる。めっちゃ面白いねんけど。今度はおばちゃんを守ってもらおうかね。なんちゃってね。パワフルなおばちゃんかけるに、はい、絡まれてます。まあまあまあ。お兄さんったら惚れ惚れするほど男前だわ。やっぱり勇者様のお仲間は違うね。おばちゃんがあと数十年若かったら。ちょっと困ってそうやな、これ、グレイグ。お、男前？いい体ですと。私はデルカダール王国の一将軍。そんな賛辞を受けるような身分ではありません。どこまでも真面目やな。おいルービー、先ほどからこのご婦人方が解放してくれんのだ。なんとかしてくれ。慣れてなさそうやな、なんかな。カミュ君はちょっと後ろでちょっと見守ってるのか何なのか、ちょっと助けてあげえや。あ、全然違う話しだしたんやけど。クレイグの話全然しいひんや、こんなに近くにいんのに。そういえばお前、ウルノーガを倒した時魔王の剣を手に入れてたよな。あ、そうそうそう、そうでしたそうでした。魔王の剣を手に入れたってなったんですよ。みたいな。どういうことなんですかね。見た目は変わっちまったが、あれはもともと勇者の剣だったんだ。あ、そうですよね。ね、命の大樹にあったものですから、装備してみても問題ないんじゃないか。それは問題あるんじゃないか。魔法の剣ですよ、だって。何言ってんの、神くん。装備できんのかな。どうなんですか、持ってんのかな。あ、持ってる。魔法の剣って書いてんねんけど。じゃあ装備できそうなんですけど。攻撃力上がるんで、上がるんですけど、めちゃくちゃ。何これな、あ、両手剣か。あ、そういうことね。強い闇の力で全てを切り裂く。魔王が作りし、強剣って書いてんで。呪われそうじゃない、こんなん装備したら。大丈夫かな。戦闘中に使うと破滅的な闇の力が。敵いった、遅い。めちゃくちゃ魔王の剣ですやん。これ大丈夫か、こんなん装備して。ちょっと一回装備してみましょう。うわー、全然見た目好きじゃないわ、こんなん。こんなんちょっと勇者が持つにはふさわしくないんじゃないでしょうか。まあね、私まあもともと両手剣使いにはしてないので、今のところまあ片手剣の勇者の剣で行こうと思います。いずれまたね、両手剣のスキルも伸ばしたら考えるか。まあいいか、保留保留。うん、なんか装備はできたわ、カミ君。でもまああんまり使いたくないかな、正直。はい、さて、他にも仲間たちがいた。シルビアさんがいますね。踊ってんな。おお、村の女の人たちと一緒に踊ってるじゃないですか。いや、可愛いな、女性たち。あー、ええー、な、ええー、な。あー、なんて素晴らしいの、真面目なラムダの人たちとこうしてノリノリで踊れる日が来るなんて。みんなの自由を奪う魔王もいなくなったし、これで世界中の人々を笑顔にする夢にまた一歩近づけたわね。テンションが高いよ、今日は。より一層、まあ平和になったからな。はい、可愛いな、この子。ダンスなんてしたことないからなんだか恥ずかしいですわ。めっちゃ可愛いねんけど、それいい。いいね、いいですね。人前で踊るなんてはしたない真似、今までは絶対にできなかったけど、世界が平和になったのが嬉しくって勝手に体が動いちゃうんだもん。やって、楽しんじゃってください。子供もちょっとくねくね踊ってんねんけど、めっちゃ可愛いやん。ヘントコリンな踊り、僕見たことなかったけど、なんだかとっても楽しそうだね。
はい、踊ってください。あ、おばあちゃんも一緒に踊ったらいいじゃないですか。平和になってんからさ。何やら怪しげな踊りだね。あ、でもこの子が楽しそうにしてるからそれだけで幸せですよと。素敵なおばあさんやなね。はい、こんな感じで他にも仲間の皆さんが散らばってるんでしょう。はい、最近枯れた大地も生気を取り戻し、植物が育つようになってきた。食べ物も、取れるようになったらいいね。腹いっぱい食べてよく眠る。それが心身ともに、重要なことでございます、ほんまにね。毒消し草を煎じたお茶。何それ。渋くてまずい。はあ、毎日飲むと癖になるんですよね。ちょっと飲んでみたいぞ。世界も平和になったことですし、ラムダの里の自慢の毒消し茶として売って、毒消し茶やって毒ダミ茶みたいに言うけど、あ、まあ、でも漢方みたいな感じ売れそうちゃいますかね。要は健康ブームですから。まあこの世界は知りませんけど。あ、マルティナトローさんがいます。16年前あなたを手放してしまった日から私は悪を砕くという信念を胸にこれまでずっと走ってきたわ。でもそれも終わり。これからは私もそろそろ自分の道を歩もうかと思ってるの。ね、マルティナ、何したいんでしょうね、これから。まずはデルカダール王国の復興でしょ？まあそうですね。ダハルーネでスイーツ巡り。あ、いいじゃないですか。女の子ですね、やっぱりね。とにかくやりたいことを全部やるわ。わー、いいね、いいね。平和になったね、なんかね。こうやってダミが喜ぶ姿を見ていると、我らが世界を救ったという実感がふつふつと湧いてくるの。こんな晴れやかな気持ちは何年ぶりかの。思えばずっと過酷な旅をしてきたから今の平和が信じられない気持ちじゃよ。ですね。やるべきことはまだまだあるが、悠々自適な隠居生活をする夢もそう遠くはないかもしれんの。ほほほ。いや、ロムさんに隠居生活って全く似合わなくないですか。国王時代も城下町の人と一緒に飲んでたみたいなね、そんなエピソードもありましたしね。え、ちょっとみんなでワイワイしてるイメージしますけどね。隠居、ご隠居、2日3日で飽きるんちゃうかな、隠居生活はね。まあユグノアの復興とかね、ね、ルービーも一緒にやっていく感じでもいいんじゃないですか。なんかね、みんなこれからそういう前向きな活動にね、精を出すんでしょうか。いいですね。世界中の人々が平和になったことを各地で喜び合っているようですね。あ、そっか、世界中でこんな感じ宴が開かれてるかもしれないよね。世界回りたい回りたい。わー、楽しそう。いいね、いいね。せいにゃってずいぶん雰囲気が変わったな。あんなに凛々しい顔になってさ。これせいにゃちゃんモテちゃうやつやな、きっと。ドキドキしちゃうよ、やって。せいにゃには内緒ですよ、やって。どうしよっかな、言っちゃおうかな。まあ言ってもちょっとせいにゃちゃんの天然やから伝わらんと思うけどな。せいにゃちゃんいますよ。あー、ちょっと黄昏れているね。ベロニカのことを思っていそうですね。命の大樹に新たな歯が芽吹き、また次の命が生まれる。私たちの命はそうしてつながっていくのですね。もうお姉様はいませんが、いつの日かまたどこかで出会える気がするんです。またいつか同じ歯のもとに生まれる、そうお姉様と約束しましたから。それまでは私も精一杯生きますわね。きっと生まれ変わったらまたね、姉妹とか、絶対ね、つながりの深い関係性で生まれてくるんでしょうね。きっと強い絆で、つながっているんだと思います、セーニャとベロニカね。あー、ベロニカどっかから見てくれてるかな。空がこんなに綺麗ですよ皆さん。平和になったね。さて広場に戻ってきました。あ、お父さんとお母さんがいるじゃないですか、セーニャちゃんの。とうとう私の天使セーニャが勇者様をお守りする使命を果たし里に帰ってきてくれました。ベロニカを失った悲しみは言いませんが、今日だけはセーニャの頑張りを心から祝ってあげたいと思います。もうね、誰よりもね、ご両親が一番喜んでいらっしゃるでしょう、セーニャちゃんの帰還をね。内気だったあのセーニャが立派に課せられた使命を果たしたこと、とても誇らしい気持ちですわ。でも今はただあの子が無事に帰ってきてくれたことが母親として何より嬉しいのです。そらそうでしょうね。きっと今頃ベロニカもセーニャのことよく頑張ったとねぎらっていることでしょう。
そうに違いないですね。はあ、ジーンとくるな。勇者ルービスマ、あなた様のおかげで魔王は倒れ、世界に平和がもたらされました。我ら一族も勇者様を守る使命を果たし、肩の荷が下りて安心したのでしょう。いつも以上に喜び騒いでおります。里の者の笑顔を見たのはいつぶりか。それもルービー様のおかげです。さあ、里の者と共に宴をお楽しみください。はい、みんな一緒に飲もうぜ。ねえねえねえ、ちょ、誰もおらんねんけど、もうこれ全部空なんかな。ねえ、誰か一緒に飲みません？ねえ、金融詩人さん、どうです、一緒に飲みませんか？あ、これはまあクエストの話やな。素敵な恋文。そうそう、ローシュとセニカの恋、これも気になるんですよ。いずれわかるんでしょうかね。うんうん、勇者様、今までの険しい冒険の日々、本当にお疲れ様でございました。ねぎらってくれるね。どう生きるかはご自分で決めればいい。ルービーどうするんでしょうね。いろんな道ありますよね。ルービーこそユグノアの王子でもあるしね、え、まあ石の村の復興も手伝わないといけないしね、もちろんのこと。いろんなね、石の村復興した後、ユグノアの復興にも携わるんでしょうか。いろんな道がありそうですよ。ルービー、自分で選ぶ道をね、決めていただきたいところではあるが、はい、勇者様と言われております。頑張って強くなって、好き嫌いしてちゃダメだよねやって牛乳苦手、私も苦手やったな、ちっちゃい時。はい、頑張って飲んでください。まあ無理はしないでね、別に好き嫌いあってもいいと思うでまあ他のもの食べて大きくなるっていう手もあるからね。勇者様たちが天空に浮かぶ魔王の根城で戦っている間、我らは勇者様たちの勝利を祈っておりました。ありがとうございます天空を見上げ長時間祈っていたので、実は首を痛めましてなご無理なさらないでください。ゆっくり休んでくださいね、おじいさんも。はい、こっちはベロニカのお墓があるけど、行けなそうかな。さっきまあ行きましたもんね。おっと、勇者様じゃないですか。はっはっは、こんなめでたい時に一体どこへ向かわれようというのです。なんかベロニカがいるかなと思ってさ、思ってしまうじゃないですか、どうしてもね。いやー、宴を楽しみたがってるっていう割にはもうなんかみんな一緒に飲んでくれないかつまんないんですけど私ね、グラスは空なのでしょうかね、これ。あ、誰もテーブルにいませんからね。はい、じゃあこれで大体話したかな。この人はまだやけど、大女が落ちた衝撃で子供を亡くしてから、あ、そっか、この夫婦ね、子供を亡くされた夫婦じゃないですか。妻はずっと心を閉ざしていましたが、この頃少しだけ笑うようになりました。よかった。完全とはいきませんが、元の暮らしに戻れるまで夫婦で頑張っていくつもりです。亡くなったあの子のためにも ね、ちょっとずつちょっとずつ前を向いていっていただきたいものでございます。ほい、平和になってもあの子は帰ってこない。正直まだそういう気持ちは拭いされないけれど、のびのびとそびえる胎児を見ていると、ふとあの子とまたどこかで巡り会えるような気がするんです。何十年何百年かかっても、また私たちの子供として生まれてきてくれる、そう信じてこれから生きていきますわ。うん、やっぱりもうさ、目の前に胎児があるだけでさ、希望とかが湧いてくるんでしょうね、きっとね。こっからは見えるかな。ねえ、さっき見えましたよね、お墓のところからは見えましたが、どっかからは見えそうな気がしますけどね。うん、ねえ、なんかパワーがありありと湧いてくるじゃないですか、胎児見てたら。うん、見上げながら、ね、空を見上げながら、みんな頑張って生きていってほしいですね。はい、これで、そっと、どうしたらいいんやろう。だいたい村のみんなは話しかけたと思うんですけど、こっちの下にも人おるかな、どうかな。おい、ルービーに変わった。勝手に一人で行くなよな。いや、そんなつもりは別になかったんやで、ね、なんかこっちにも人いるかなと思って降りてっただけなんやけど。あ、みんな来たどうしたの、どこか行きたい場所があるなら、私たちもついていくわよ。いや、そういうんじゃないよ別に。うん、別にね、そういうんじゃなくって、階段をちょっと下ってただけやねんけどな。いいえ、もう自分に嘘ついちゃダメよこれループするやつかな。気になることがあるって顔に書いてあるわ。そうかな。どうしたの、どこか行きたい場所があるなら私たちもついていくわよそうね、じゃあ一緒に行きましょうか。はい、そうね、うん、平和になった世界も見て回りたいし、見て回りたいよね。気になることがあるなら
徹底的に調べておかなきゃ。最後の砦にも行きたいし、ね、シルビアさんのねソルティコの町にも遊びに行きたいし、クレイムランでマヤちゃんにも会いたいし、やりたいこといっぱいあるんですけど。はい。なあ、うん、そういえばグロッタの町の南で何か光っているのが見えなかったか。これこれ、なんかねエンディングでケトス乗ってるなんかシーンがあったんですけど、その時に確かになんかグロッタの町の南、うん、キランってなったのを神くんがおみたいな言ってたシーンがあったんですよね。はい、なんか新たな冒険が始まる予感がしますよこれ。俺はあれが気になるんだが、うん、まあどこに行くかはお前に任せるよ。はい、それじゃ行こうぜ。行きましょう。あ、みんなでしばらく一緒にいる感じですかね。わーい、嬉しい。これで仲間と一緒に合流したって感じか。あ、みんないる、はい、みんないる。わーい。なあルービー、実はな、魔王を倒した後ケトスに乗ってみんなを故郷に送り届けただろう。その時グロッタの町の南で何かがキラッと光った気がしたんだ。そうですね、見ましたね。あの光は普通じゃないように感じてな。もし他に行くあてがないんならグロッタの南に行ってくれないか。どうしても気になって仕方ないんだ。まあ確かに気になりますね。まあそれ最後にしましょうかね。ちょっとなんか平和な町を巡ってから行きたいと思います。はい。え、かわいいんだけど、ふんふん言ってる。セイニャちゃんご機嫌。久々の冒険に心が躍りますわ。旅が終わったらお姉様のお墓に素敵な報告ができると良いですね。ちょっと旅行気分でみんなで各地回ろうぜみたいな感じなのかな。ふぅ、ぬ、この里のご婦人方は少し積極的すぎやしないか。お相手をするのに体力が削られる。真面目に相手してそうだったもんな。あしらってないもんな絶対。ど真面目にさ受け答えとかしてんやで、きっとグレイグ。ルービーせかすようで悪いが、早くお前が気になっている場所に行かないか。ラムダを去りたい。おもろいなグレイグ。やれやれ。はあ、ラムダの里は階段が多すぎる。わしのような年寄りにはちょっときつい。誰かわしをおぶってくれんかの。魔王を倒す旅をしてた人間が何を言うんですかね。っていうかさ、ラムダはご老人が多いよね。みんな足腰強いんかな。確かに階段多いけど元気に暮らしてましたよ、ご老人もね。どういうこと。ルービーが手に入れた魔王の剣を見ているとなんだか胸騒ぎがするのよ。もしかして恐ろしい闇の力がまだ残っているのかしら。え、ちょ、今すぐ捨てません。もういらないと思うんですけど、魔王の剣とかなんで持ってんやろうな。トレビアン。ラムダのお酒とっても美味しいのよね。パパと私の仲間たちのお土産にしたいくらいだわ。よう飲みそうやな、あのお姉たちもな。お姉たちもね、お父様もねえ、あのダンディーなお父様もめっちゃ飲みそうやん、お酒混ざりたいわ。はい、ではこっからルーラでどっかに行きましょうか。さて、おや、なんか各地にびっくりマークが出ております。このびっくりマークのとこに行けば何かしら起こるっていう感じですかね。多分そうですね。はい、ほら最後の砦、うん、当然のことながらびっくりマークついてますし、あとは、はい、ソルティコもびっくりついてますね。そしてクレイモランの北の方、あれ、なんかあれ黄金城があったあたりかな。うん、あっこもびっくり。あ、それか、カメくんが昔暮らしてたとこかな。そうかもしれない。え、マヤちゃんそこにいんのかな。そうかもしれない。めっちゃワクワクすんねんけど、マヤちゃん喋ってるとこ見たいねんけど。いやーん。あとは、あ、グロッタの南、まあ、カメくんがさっき言ってたところ、うん、あっこもびっくりマークがついてます。あと、ユグノア城のあたりかな。そんな感じですね。はい、その辺に行けばいいんだと思いますが、まあまずあれやな、やっぱり最後の砦やな。今日は最後の砦でも、はい、行っちゃいましょうか。はい、はい、やってきました、最後の砦。まあみんな頑張って復興作業しておりますね。あ、ルッキーがいる、ルッキーが。ん、お、精が出るわね、お父様。そうそう、マルティナとデルカダール国王とのやりとりもさ、ねえ、見るの初めてじゃないですか。ワクワク。おお、マルティナ。それにお前たちもよくぞ参られた、歓迎するぞ。え、でもさ、ルービーたちってここにいたんじゃないの、魔王を倒した後ね。
まあ数日間か、数日間いてラムダに行ってまた帰ってきたから、うん、そんな感じで歓迎されたのかな。まあよくわかんないけど。まあよかったじゃない。あー、エマちゃん。申し訳ありません、お父様。村の立て直しで忙しい時に私だけお暇をもらってしまって。あ、ラムダに行くためにね、ちょっと休みをもらったみたいな感じか。そういうことか。いいんだマルティナよ、うん、久しぶりに仲間たちに会ったのだろう。ゆっくり再会を楽しむといい。久しぶりに、数日後って言ってたけどねまあでもね、しばらくずっと毎日毎日毎日一緒にね旅してきたから、数日間で会ってもちょっと久しぶりに感じちゃったのかな。医師の村の復興が終われば、うん、次はいよいよデルカダール王国の復興だ。そうですよね、うん、その時は頼んだぞマルティナよ。デルカダールもね、城下町ボロボロでこれ以上入らん方がいいみたいにグレーグが止めたぐらいでしたから、そっと、うん、ねえ、廃墟に近い状態になってそうですよね。これは時間がかかるかもしれないですね、なかなか。ええ、もちろんですわお父様。愛する祖国デルカダール、うん、いつかきっと私たちの手で蘇らせましょう、うん、ねえ、新しく生まれ変わったデルカダール王国みたいのも見たいな。いつか見れんのかな笑った、わかりにくいけど。あ、グレイグもね、うやうやしく。はい、タペストリーデルカダール王国の紋章、はい、これで最後の砦もうろっとできるようになりましたよ。ここにはね、エモちゃんもいるし、ペルラさんもいるしね、デクとかもいるしね、うん、ちょっといろいろ話しかけに行きたいと思います、うん、はい、その前に仲間に話しかけてみましょう。マルティナ姫が砦に戻られてから我が王はすっかり元気になられてな、まるで16年前の日々が戻ってきたようだ。我らデルカダールの民が失ったものはお二人がきっと埋めてくださるだろう。今は心からそう思える。俺はデルカダールの盾に誓う。この命尽きるまでデルカダール王家に仕え、守り支えていくと。かっこいいなグレイグ、もうこれからはデルカダールの復興に力を入れて頑張っていくみたいな。見守りたいね私もそれ、うん、でデルカダール遊びに行きたいね、うん、あのデルカダールの王様のお顔は魔物に操られていたからではなく、もともとあのように怖い顔なのですね。出たよ天然毒吐き、セーニャちゃんお得意の。ああ、もう失礼なこと言っちゃダメよ。どことなく魔物になられた時のマルティナ浜に似てるような。うふ、さすがは親子でいらっしゃいますね。デビルモードのマルティナに似てるらしい。そうか、もうよわからんわまあよかったね、なんか天然の方法みたいなセーニャちゃんの発言が戻ってきた感じしますね。なあルービー、実はな、あ、これ一緒やな、はいね、光ったんですよね。ちょっとなんかデックのことについて一言言ってほしかったんですけど、なんかないんですか。ないですか。そうですか。まあいいや、後で話しかけに行きましょう。デックに、村を滅ぼしたデルカダールの民と医師の村の民が一緒に暮らす砦、なんと素晴らしいことかね。よく考えたらそうですよね。医師の村の人たち器でかいって感じしますね。さすがはお前を守り育てた民たちじゃ、器が大きく心が広いの。ほんまにね、その通りですね。あら、お父様と再会していろんな話をしたわ。離れていた16年間のこと、魔王との戦いのこと、それからやっぱりこれは秘密よ。世界が平和になった今口に出すのは少し恥ずかしいの。なんやろ、気になるな。なんやろなんやろ、ルービーのことかな。うん、すごい。ちょっとちょっとルービーちゃん、ここはあなたのふるさとなんでしょ。だったらあれがいるんじゃない。あれあれと言ったらもちろんルービーちゃんの恋人。うふふ、青春っていいわね。茶化してくんねんけど。まあいますけどね、エマちゃん。まあ、エマちゃんは恋人みたいなもんでしょう。ねえ、恋人なのって聞かれたことがあるぐらいでしたから、ほんまにね。勝手なことを言うようだが、実のところ、そなたが帰ってきたら頼みたい仕事が山ほどあるのだ。お、なんだなんだ？医師の村とデルカダール王国、双方の間に立つにふさわしい人間はどなたしかおらんからな。なるほどね。まあ、確かにそうかもしらんな。
旅の目的を果たしたらなるべく早く砦に帰ってきてくれ。皆がそなたの帰りを待っているぞ。ルービーもやることいっぱい登ってる感じしますね、これね。そうか、そうか。そうですね。まず石の村の復興。もうこんな砦でもいらないもんね。こういうのも全部壊して、ね、元ののどかなね、村に戻していく感じなのかな。はい。それは大変そうですね。はい、ルッキー。ワン、ワン、ワン。喜んでるね。めっちゃうずめてるやん、ルービーの股に。はい。ちょっと。エマちゃん、エマちゃんよ、エマちゃんに喋りましょう。ほい。ルービー、また旅に出るんだね。今度の旅は長くならないと思うけど、やっぱり少し寂しいや。めっちゃ可愛い。可愛いなぁ。ねえルービー、行かないでって言ったらずっと一緒にいてくれる？なんちゃって、冗談冗談。もう可愛いねんけど、エマちゃんより一層可愛いな。なんかもう平和になって気になることがあるとじっとしてられないのがルービーのいいところだもんね。でもね、あんまり待たせたら嫌よ。早く私たちの村に帰ってきてね。それじゃあルービー行ってらっしゃい。送り出してくれましたね。この村にね、すぐ帰ってくるからね。今ちょっとね、仲間たちと旅行って感じね、平和になったちょっとところを点々と回って、で、まあ、最後に神くんが言ってた気になるところに行ってみたいとは思うんですけど、まあそうね、すぐ戻ってこれなそうな気もしますよね。はい、ではちょっと会いたい人たちにパパッと会って、はい、今日は終わりたいと思うんですが、あ、リタリフォンじゃないこれ。かっこええな、このこんなほんまかっこええよな。賢そうやしな。グレイグのアイバリータリフォンだ。どこか嬉しそうな顔をしている。そうでしょう、そうでしょうね。ご主人様帰ってきたからね。これ乗れんじゃない？あ、乗れないか。乗れそうな矢印出てたからさ。はい。あとはペルラさんとデクには会っときたいのだが。よいしょ、居住区に会ってきました。あ、村長さんもいますね。ダン村長。よいしょ。帰ってきたよー。ほい。ここだけの話、お前がおらぬとエマはちっとも笑わないんじゃ。そうなの？祖父としては心配でたまらん。今度の旅はそんなに長くならんじゃろうし、帰ってくる時に土産の一つでも渡してあの子を笑顔にしてやっておくれ。全然笑わんの？なんで？すっごい心配で笑えないぐらい心配してんのかな、ルービーのこと。めっちゃ好きやん、ルービーのこと。もうエマちゃんったら。まあ、ちょっとぐらい笑ってあげてほしいよね。お父さんの前でムスってしてんのかな。それは嫌やな。そんなエマちゃんは見たくないな。はい、デックですよ。はい。普通に商売始まったらどうしよう。やあやあ、勇者さんに、神谷の兄貴、よく来てくれたね。私の店でゆっくり買い物していってよ。やば。産業で終わっちゃったんやけど。なんかないんです、他に。神谷くん何も喋らんし。ちょっとこれ寂しいね。デックとの再会。まあ、しゃあないな。しゃあないか。はい。ショック。すごい人がいっぱい賑わってるね、この辺。あ、デクの奥さんですね。世界が平和になった今こそ商売人の腕の見せ所だと夫のデクはとても張り切っていますの。早速売りつけられそうになりましたよ。デルカダール王国が復興したら前よりももっと大きな店を開いて私に楽をさせてくれるそうですわ。それは楽しみですね。奥様としては楽しみでしょうね。ちょっともうちょっとね、会話変えて欲しかったけどね、デクね。ペルラさんはどこかな。うん、いたずら坊主のルービーが世界を救う勇者様になるなんて思っても見なかったよ、いたずら坊主。あ、天国のテオジェイさんも心から喜んでいるだろうね。やってそうだといいですね。はい、ペルラさん、ペルラさん、あ、またまたさ、勇者の家やったところの前にいました。ここか、我が家の前で掃除してるペルラさん。ここにまたお家建てる予定なのかな。はい、帰ってきましたよ。ルービー、また旅に出るのかい。せっかく魔王を倒したってのに勇者様ってのは忙しいんだね。まったく、もう気になったことがあるとじっとしてられないところがテオおじいちゃんにそっくりだよ。まあ今さら何を言ったってしょうがない。もう決めたことなんだろう。だったら気が済むまで冒険しておいで。
私もエマちゃんも村のみんなもあんたの帰りを楽しみに待ってるよ。それじゃあ行ってらっしゃい。相変わらずあったかいお母さんですね。ねえ、早くねこのねあの家の再建というか、ほんまに勇者の家のね再建を手伝いたいところではあるんですけど、もともとここでね、はい、ルービーのベッドだけ残ってんですよここに。はい、そうなんですよね。ここのお家もテルラさんとルービーのお家も建て直してね、エマちゃんと村長のお家も立派に建て直して再建した石の村もね見てみたいですね。はい、てなわけでなんか平和になった街をねこれから回っていこうと思ってます。はい、次回はソルティコンシルビアさん、お姉たちがいる街と、あ、夜になりましたね、あとグレーモラン、ね、マヤちゃん、ね、起きてますもんね、もうマヤちゃんね、会いに行きましょう。はい、じゃあ次回そんな感じでやっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。